戦前から棒術とともに近隣一帯に知られた友寄せの獅子舞。人々の心を捉えて離さぬその舞ぶりの見事さ。沖縄本島南部の八重瀬町、その北端に位置する友寄せ。西方アジアやアフリカ、インドでは獅子は昔から悪魔を払う聖獣として崇められてきた。それが仏教の伝来とともに中国朝鮮を経て日本に伝えられた。13世紀、永宗王が極楽寺を建立した。これが沖縄に仏教が伝来した初めである。極楽寺には獅子に騎乗した文殊菩薩像があった。その頃、寺付近の田んぼが夜な夜な踏み荒らされた。寺の獅子を見ると足が泥まみれになって命あるごとくうずくまっていたという。薩摩藩の侵攻の際、兵士によって持ち出されたというが、消息はいまだわからない。時代は下って聖恩王の殺法のために渡来した札幌福祉李定元の史琉球記に、鬼人というものが初めて獅子舞を見たことが書かれている。獅子の中に二人が入って飛んだり跳ねたりしたという。18代正育王のために札幌市一行が来流した時も、その宴で獅子舞が披露されたことが記されている。ここにはペーチンの位を授かった友寄せの入城桑の短命がいる。正育王はペーチンの優れた歌三線を称し、褒美に獅子頭を与えた。それは駄那宗桂の彫ったものだった。駄那宗桂は中国にまで知られた彫刻の名手であった。入城川の短命は愚平楼の獅子を獅子がなしとして敬い、子孫もまた大事にこれを守ってきた。後にヌンドゥンチ下神谷のおばあが管理することになり、太平洋戦争が終わるまで大切に守られてきたのである。1945年米軍上陸。沖縄では地上戦となり、県民の4人に1人が命を奪われた。戦が終わった時、愚平楼の獅子がなしは行方知れずになっていた。
箱があるんですよね、獅子の。あれは獅子あの後ろに大肥号だ。昔はあの大肥号みんなカッカッカッてやりましたよ。あっちに入れてあったんですよ。戦後はうちのおじいですかの箱は戦争し確認したんですよ。で開けてみたらもうから蓋は開けられていたというのは聞いています。年配方々はみんながっかりしていたんです。だからこっちからも見えてて目を向いていて今遊び場になっているんですからね。年寄りはそこに集められたですよね。その森にいっぱいそこにあの竿の先にあのこのチブルばかり頭ばかりこう主立ててね置いてあったんですよ。年寄りはみんなそう言うんです。村の守り神あの獅子はどこへ姿を隠したのか。戦後友寄せでは獅子不在の8月15夜が続いた。獅子への渇望、それは村人みんなの思いだった。友寄では2代目獅子の制作が決議された。山田新山画伯に獅子頭の制作を依頼し、各戸から50セントを集め、あとは浅井家を売却して制作費を捻出することにした。山田新山画伯は平和記念像の制作に没頭する中、特に友寄の獅子制作を引き受けてくれた。獅子もまた平和記念像と同じ平和の守り神だった。頭はデイゴの木で作る。これに獅子面を彫刻し、朱や黒、金色や青の漆を塗る。生まれ出た2代目獅子、1968年のことである。初代獅子が消え去ってから実に23年ぶりの獅子の誕生であった。これ作ってできたのがちょうど7月だから9月の初め頃に気温は15日に当たると思うんですよ。40日間で友寄の青年会全部集めて50名集めてムーティアというところがあってそこの方でやったんですよ。でこの思想の方たちがすごく怒ってあの怖いんですよね。その方たちが実際に使った場合には生き物が踊っている感じが出たんですよ。だからうちのこれが魅力があってまあ、これやるんだったらうちのもやってみたいなという言われがあったんです。で50名で毎日のやったら1人逃げして最後に4名しか残らなかったんですよ。この4名で40日間でこの技を覚えて1969年の8月15夜二代目獅子初登場。人々が待ちに待った一夜であった。一人は前足と頭の役、もう一人は後ろ足と下半身、そして尾を振る役。せーの。友寄の獅子は足に毛半を巻く。向こうを突き出し頭を前足の中に入れるように勢いよく上下に振り口を開閉する。三角跳び、右や左そして前後に飛んで向こうを突き出しの動作をする。
白身かき、足で頭や面をかき、口で白身を食う。このほか足打ち、マリ遊びなどがあり、すべての演舞はこれらの組み合わせである。長者の不死は子や孫を引き連れて豊年満作を祝う演目である。村の繁栄をことほぐために獅子がな氏が登場する。ムンダニクエ、小猿とじゃれ遊ぶ獅子が小猿にからかわれ怒り出す面白さ、おかしさ。三宝、王者の威力と威厳を誇示して躍動する。祭り、道と性の対比、性の舞振りの深さ。棒術は十種に余る種類がある。最も難しいと言われているサクガーヌクン一段、しなかちの地面をこするような動作は目つぶしのため相手に砂をかける意味と伝えられている。スピードが命のチキンティー、チキンはスケンを意味する。
変則の棒訓範士飛びと月が特徴の内範地旧暦7月17日に行われる獅子右願野呂村役が右願を捧げる以上はのもちみそうせろにやてんそんしのさりくさたるみちものたもとのおかみがなしさり与那智さん、小西さん、さりとみそつろ、神しみおぎすぶえじかけやきとおてちょうのゆかろげや、まずしのにんとちだいべろさりとおとちばちのさり。あかんみ。どんどんどん、たまのさがきやぎて、おらはんへ、ちねやんへの、ししまいのりひじょうばのせんじょうが。ししや。のえみこのそきれいびろ近所おちえまちらの次男のしんばねえびろさり近所あけらのあかりじょうの子孫のさりわんまがねえびろさりと17日のひらだまりびとおてこまのさりシーシア裏のひぬかんにも祈りを捧げるまさてにあかんみでえびろ兵のおたけからといけあげやびとおてちょうのまつりあがておたびみそおちり一心せいこうとくふくくえぶうからた健康いぬちくえぶうさり仲良ちんな仲坊くさいかきみそうてるやいしくちんなそしてフェーヌウタキシーシウガンはやがて迎える8月十五夜に向けての祈りであるじいちゅうりしんくにのうりしんくここのえもんうんじうんたくおこやびとうてまわすまちでさり子どもたちが棒術の稽古を始める。覚えとけこの音。痛くない。はい。全然できてないよ。もっと棒早く振れ。腰もずっと高い。はい、もう一回最初から。8月十五夜に向かって友寄全体が動き出す。友寄せの獅子は頭を体に垂直に持ち上げ足は毛を散らすように高く蹴り上げて踏み歩く足も常に教わる者も教える者も真剣に取り組む前に出してまた横に。そう、腰の位置より高くやっとけ。腰下がる。こっから演技が始まるからよ。最初この芝居。
この自分の高さっていうこの角度っていうのはもう絶対忘れないようにしないと、もうこれがちょっとでもこんなになったり、これがこんなになりすぎたら、こっちに置いてこんなになりすぎたら、もう下向いてもう死んでるようにしか見えないから、この角度と、はい、真ん中向いてそれから落とす、はい、稽古は獅子になりきるまで毎晩続く。十五夜の数日前、いよいよ獅子がなしの出漁。紙井の手で保管箱を取り出す。紙井とは獅子の保管責任者のことで、世襲制であり他の人が代わることはできない。1年ぶりに姿を現した獅子を入念に点検補修する。そしたら逃げなくなるから逃げていいだろう。胴体は細い白縄の網目に赤や黄、青色に染めた芭蕉糸や麻糸が編み込まれている。セロテープがあるから、8月十五夜はもう目の前。棒に取り組む子供たちの動きも真に迫ってきた。構えるとき、こんなときにお前腰落とせ。こっち落とせ、セイマ。正面に来て曲がる時があったらここで、そしてこうしてからそれからまたまっすぐある。そして棒待ちの稽古。獅子舞の稽古もまさに佳境に入ってきた。舞台でも長者の右手最後の調整である。旧暦8月十五夜、当日も右岸から始まる。
分と味噌は天文上の力の神闇と王家実情の国上の滝上の神上の秘境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 上最後にシーシアで祈りを捧げる。受礼が始まる。日受礼は獅子がなしを先頭に自由亭衆、坊信家、エーサー女子と続いた。日受礼が終わると会場の広場で棒待ち。舞台はザキヨメの名方から始まる。
上屋やりば獅子がなしの町りおあぎ。そして長者のうふしyou
慎吾君によります内反地、内反地でございました。どうもありがとうございました。シーシの勇姿を見るにつけ、心に浮かぶのは行方知れぬ初代シシガナシ。あの懐かしいシーシはどこか異郷の地でふるさと友寄せの8月十五夜を思い出しているに違いない。マッチでございました。やはり円熟の技でございます。トゥムシヌシーシは1979年大晦日初めて平和記念像と対面した。以来数次にわたって獅子舞が奉納されてきた。かつて戦場で行方も知れず土と化した全ての魂の安らぎを願った。